しばらくでした。おめえといつ会ったかな。そういうふうに言われても僕はちょっと困るんですけど、あのほらずっと前の線に会いましたよね。そうだったか。あ、均等に乗せたことあったな。僕も均等運ではないんですけども、金都艇っていう宇宙飛べるの持ってんですけど、本物の金都運に乗せてもらいました。よかったな、あの時はな。どうもありがとう。太ったな。丸くなってるな。僕はもともと丸いんです。丸いのか。ちょっとビック、ドラちゃん、そんなこと言ったらドラちゃんもかわいそうに。言い出したのはあいつだから。あいつがそういうふうに先に言ったから。僕は本当は喧嘩は好きじゃないけど、あんな言い方されたら